私の名前はメレ、19歳です。歌手を目指しバイトをしながらオーディションに応募しています。だけど地味な見た目のせいか、いつも書類選考で落ちてしまい、歌を聴いてもらう機会も与えてもらえません。そんな私を父と姉はいつも見下していて、オーディションの選考結果通知を封も開けずに破られたり、歌の練習を邪魔されたりしてきたんです。母はそんな二人から私をかばってくれ、いつも一緒に歌って励ましてくれていました。私の歌好きは完全に母の影響です。母は洋楽が好きなので、その影響で小学生の時、周りがアイドルソングを歌っている時、私は洋楽を歌っていたの。当時は英語だから何言ってるかわからなかったけど、母に意味を教えてもらいながらお気に入りの曲を一緒に歌うのが大好きな時間でした。母も昔は歌手を目指していたそうで、素晴らしい歌声をしていました。その透き通る声を聞くと涙してしまうこともあるくらい。そんな私たちの姿は姉のリオンにとってはくだらなく見えたみたい。まあ姉は高校中退してから23歳になった今でもずっと無職なんですけどね。我が家は父と姉、母と私に完全に分離していました。それでも私は母が大好きだったから幸せでした。なのに最愛の母はある日突然事故に巻き込まれて帰らぬ人になってしまったのです。あの歌をもう聴けない、優しい笑顔を見れない、悲しみに打ちひしがれる私をさらに絶望させたのは父と姉の態度でした。葬儀などが終わり一段落した時のことです。ちゃんと保険に入っててくれてよかったな。こんなに保険金入るんだから、保険金詐欺をやるやつの気持ちもわかるよな。え、今なんて。ラッキーだったね。ママケチだったからお小遣いくれなくて困ってたんだ。ちょっとなんてこと言ってんの。耳を疑うとはこのことです。なんてひどすぎる言葉。リオン、この金でお前の好きなもの何でも買ってやるからな。は？わーい、パパ大好き。ひどい、お母さんがいなくなったのに喜ぶなんて。メレ、お前には一年もやらねえからな。毎日毎日下手くそな歌を聴かされて迷惑してたんだ。母さんがいた時は黙っててやったが、もう好きにさせんぞ。おかしな夢なんて捨てて今すぐ働いて家に金を入れろ。そうよ、ぐーたら女。あんたにだけは言われたくないわよ。私は今バイトをしながら家にもお金を入れています。働きもせず父にお小遣いをせびって母に怒られていたリオンとは違うんだから。ママもあんたも歌がど下手なのに、さも上手ですみたいなドヤ顔で歌ってるからウケるよね。なんですって。お母さんの歌は世界一じゃないの。私のことは何とでも言っていいけど、母のことを侮辱するなんて許さない。ははっ、何が世界一だよ。パパ、世界一ひどい雑音だってメレは言いたかったんじゃない。違う、お母さんの歌は世界一素晴らしいの。私はお母さんのためにも歌手になるんだから。はあ、じゃあ保険金はいらねえな。なんなのよ、さっきからお母さんがいなくなったんだよ。それなのに保険金とかお母さんの悪口とか、二人ともおかしいよ。はあ、あんた妹のくせに生意気なこと言ってんじゃないわよ。ちょっと優しくしてやるとすぐ調子乗りやがって。優しくなんてしてないじゃないのよ。もうお前の面倒なんて見てられん、出て行け。はあ、そうよ、引きこもりニートのくせに出て行け。それはあんたの方でしょ。反論する隙を与えないかのように、姉と父は私の部屋に行き、荷物を勝手にまとめ始めたんです。ちょっと、二人とも、やめてよ。これでお荷物とはさよなら、バイバイ。姉は、まとめた荷物を私に投げつけてきました。いや、父はそれを見てゲラゲラ笑い、自分も荷物を投げてよこしました。そら、もう一丁。やめて。二人の笑い声の中、投げられた荷物をかき集め、逃げるように家を出て行きました。これからどうしよう。行くあてなんてありません。所持金だって多くはない。とりあえず、ネットカフェでその日は過ごし、すぐにアパート探しを始めました。しかし、現実は甘くはありません。予算も少ないし、フリーターなのでなかなか審査が通らない。家を探しながら、正社員を目指して面接もしましたが、なかなか内定をもらえません。ようやくアパート契約ができたのは、家を追い出されて1ヶ月が経った頃。
家賃は予定よりも高いけど、続けるよりは経済的。部屋が決まるまではネットカフェで過ごしたり、公園や建物の裏など安全そうな場所で野宿をしていたから、この1ヶ月生きた心地がしませんでした。住居が決まると、私はさらにバイトを増やし、就職活動にも本腰を入れました。母には悪いけど、もう歌手になるなんて言ってらんない。生きるために働くしかないんです。バイトを3個掛け持ちしているので、毎日が忙しく、アパートには寝に帰っているだけの状態ですが、安心して眠れる場所があるって、なんて素晴らしいんだろうと思いました。でも、バイト先の人に家族のことを聞かれて、気まずい思いをするのはなかなか酷でした。そんな中、私の心を癒してくれたのは、母の歌。スマホに録音していた母の歌声を毎日のように聞いて、明日も頑張らなきゃって元気をもらっているんです。半年後、このご時世、勤めていたバイト先が次々と経営不振に陥っていました。昼と夜に働かせてもらっていた飲食店はどちらも解雇。不定期にシフトを入れてもらっていたコンビニもバイト希望者が増えて仕事が回ってこなくなりました。このままじゃ家賃どころか光熱費も払えないかも。半年間もしもの時のために貯めていたお金があるけど、3ヶ月も待たないくらいです。求人にも応募してるけど、競争率が激しくて面接にもこぎつけない。また野宿生活に戻ってしまうの？ギリギリの生活の中、ついつい考えてはいけないことまで考えてしまう。お母さんに会いに行こうかな。ふらふらと公園に入り、ベンチに座ると涙がボロボロとこぼれてきました。その時、どこからともなく音楽が聞こえてきたんです。これお母さんと一緒に歌っていた曲だ。 Love you。 誰もいないと思って曲に合わせて小さな声で歌っていると、ちょっとあなた、突然誰かの声がしました。やばい、誰もいないと思ったのに。声がした方を見ると、おかっぱの女性が目をまん丸にして立っていました。すみません、うるさかったですね。ねえ、もう一回歌ってみて。え？今の歌ってみてくれない？ うわ、やばい人に目をつけられちゃったみたい。すみません、急いでいるのでこれで。お願い、歌うだけでいいの。え？どうしよう、この人目がマジだ。お願いします、ラブユーのところだけでもいいから。なんかよくわかんないけど、逆らわない方が良さそうね。ラブユー。え、それがあなたの本気？え、本気で歌ってよ。いや怖いよ。本気で歌わないととんでもないことになる。その女性の目力がそう語っています。私は息をいっぱい吸い込んで、精一杯のラブユーを届けました。いけるわ。え？洋楽は歌える？英語は？パスポート持ってる？放課後暇？え？ちょっと待ってください。一体何なんですか？ああ、私、こういうものです。女性は名刺を差し出し、なんと驚きの提案をしてきたんです。私と一緒にイギリスに行きましょう。え？その女性、パニコさんは、有名アーティストを世界に売り出している凄腕エージェントらしく、イギリスやアメリカなどに拠点を置いて活動してるんだって。今日はたまたま日本に帰ってきていたみたい。どう？私と一緒にイギリスに行って夢を叶えない？旅費は全て私が出すから心配しないで。え？はい。決まりね。ところであなた、どうして泣いてたの？え？今更？実は、私は家族のことも歌手になるのが夢だったことも洗いざらい話しました。すると、そのエピソードは事前に暴露しちゃおうって言われたんです。後から語られるより自分の人生をオープンにすることで応援してくれる人もいるからって。私にその覚悟があるのかを問われましたが、私は自分の人生を隠さないって決めました。するとパニコさんは、都営日までに母への愛をテーマにした曲を作ってくるようにと言ってきたんです。しかも英語で。大学にも行ってない私が英語で歌詞なんて。できちゃうんだな、これが。
小さい頃から洋楽を聴きながら独学で英語を学んでいたおかげで日常会話レベルは身についてるはず。こうして私はパニコさんに連れられてイギリスへと向かいました。私はすでにある番組に出演することが決まっていたんです。それは国民的なスターも生み出している大人気オーディション番組。性別も国籍も年齢も問わないオーディションで実力で評価してくれます。ブーイングされてしまうこともある本気の審査。正直怖い。パニコさんはこのオーディションでは着飾らないで本当の自分を見せるようにとアドバイスしてくれました。だからバイトに出かけるような格好でメイクもほとんどせずステージに上がったんです。広いステージにスポットライト、準備していた音源がかかり、歌い出しまでの間私は見てはいけないものを見てしまったんです。それは観覧席の中にいる父と姉の姿。どうしてここに、なんであの二人がいるの。二人も私の登場を見てハッとしています。ってことは私が出ることは知らずに来たってこと。こんな偶然ある。あまりのことに私は歌い出しを外してしまいました。司会者が笑いながら音楽を止めてくれて、もう一度だけやり直すチャンスを与えてくれたのですが、観客も審査員も呆れ顔。こんな状態で歌なんて歌えない。舞台から逃げ出そうと思った時、舞台横のパニコさんがガッツポーズをし満面の笑みで応援してくれているのが見えたんです。その時私は全てを悟りました。きっとこれも全て暴露しちゃおうの一環なんだ。ここまで来たんだもの、なるようになれ。再び流れてきた音楽に合わせて、私は自分で書いた英語の歌詞に合わせて思い切り歌いました。ここには母と私の二人しかいないんだ。周りがどんな反応だろうと関係ない。私は歌い切ったのです。会場はシーンと静まり返り、その後大きな歓声と拍手が沸き起こりました。ブラボー、ファンタスティック。観客は指笛を吹いて立ち上がり、中には泣いてる人もいる。審査員たちは顔を合わせて、中央にいる男性が立ち上がると会場は静まり返りました。メレ、スターの世界へようこそ。え？片言の日本語に観客のみんなは大フィーバー。パニコさんも舞台に駆けつけたんです。おめでとう、今日からあなたはスターよ。え？嘘でしょ。メレメレメレ、ブラボー。私の歌が認められたなんて。嬉しくて会場の景色を目に焼き付けておきたいのに涙で見えない。その感動をぶち壊してくれたのはまたしても父と姉でした。ちょっと待って、私はその子の姉よ。俺は父だ。え、嘘でしょ、名乗り出るつもり。日本語で叫ぶ二人の言葉はみんな理解できずに会場は騒然。舞台に上がろうとする二人を警備員が止めたのですが、パニコさんがステージに上がることを許可しました。どうでした、メレさんの晴れ舞台。何のことかよくわからないが、皆さん、俺はメレの父です。日本語で言ってもわかんないんじゃないの。メレ、通訳しなさいよ。私たちがメレの姉と父だってこと。カメラカメラ、私も映して、メレのハズバンドです。いやいや、いつ私の旦那になったのよ。二人は全く英語ができないんです。いやー、イギリスツアー無料招待券が来た時にはビビったけど、こんな形でお前と会えるとはな。ただで旅行できるし、これで私も有名人になっちゃうし、最高すぎんだけど。それは招待した甲斐がありますね。メレさんの歌を聞いてどう思いました。え、それ聞いちゃうの。そりゃもう最高だったわよ。メレは小さな頃から歌が好きなの。家族みんなでメレがスターになるのを応援してたんです。どの口が言ってんじゃい。メレは自慢の娘です。だからどの口が言ってんのよ。あの歌はお母さんのために作られた歌なんですよね。家族みんなでメレさんを応援されてたなら、この歌をお二人は何度も聞いてきたんじゃないですか。もちろん。今日初出しなんだけど。もう歌詞がグッとくるんです。感動して泣いちゃう。メレとママは家族の中でも特に仲良しだったの。この歌を聴くとママが生きていた頃とその後の辛い人生を思い出しちゃうの。
ねえ、誰でもいいからちゃんと通訳してよ。みんなキョトンとしてんじゃないの。あらあら、そんなことしてもいいのかな。俺たちがこいつをスターに育ててきた素晴らしい家族だって伝えてくれよ。了解。最後にこれだけは聞かせて。この歌詞に嘘はない？実話を元にしている歌で間違いはない？もちろん、家族が証明します。あらあら、それはまずいって。なるほどなるほど、今の言葉ご希望通り会場に伝えてあげましょうね。いちし。するとパニコさんは流暢な英語で会場のみんなに身振り手振り加えて話し始めたんです。すると静かに見届けていた観客や審査員たちが立ち上がり一斉に大ブーイング。リアルなブーイングの嵐に私ったら思わず笑っちゃった。キャレキャレ、なんと片言の日本語での多分カエルコール。あらら、みんなをヒートアップさせちゃったみたいね。どういうことだ。なんなのよ、余計なこと言ったでしょう。パニコさんはあなたたちの言葉をそのまま伝えただけよ。それじゃね、なんで。そりゃ歌詞にはお母さんへの愛の気持ちをたっぷりと込めてるからね。じゃあこのブーイングはあんたに。なわけないじゃん。こんなポンコツ家族持って本当にメルさんは大変だったわね。なんだと。シャラーップ。うぅ。パニコさんの一括であんなにブーイングの嵐だった観客もシーン。あの歌詞はね、父と姉に虐げられて辛い時に母が美しい歌声で癒してくれたって歌ってるの。それなのにあなたたちは歌詞の内容も理解しないまま、俺たちがその意地悪な父と姉ですって登場して歌詞の内容は本当だって認めたのよ。そりゃ会場も大混乱よ。え？そんな意味だったの？おとなしく会場で見届けてたらイギリス中、いや世界中の番組ファンに失態を晒すこともなかったのにね。大切な家族の保険金に目がくらみ、メレさんを追い出してノーノーと生きてるクズ親子がイギリスの大舞台にまで出てくるなんてとんだ恥さらしよね。でもご要望通り、これでメルさんの姉と父で有名になったでしょうね。おい待て、こんなの放送するな。そうよ、お蔵入りよ。残念、これ生放送だから。会場に入るにあたり契約書に生放送許可書にサインしたでしょ。知らない。もしかして内容も知らないでサインしたの？それは危険だよ。ほら、カメラが2人を映してくれるよ。無知で意地悪な父と姉ですって。笑って。やだ、やめてよ。撮らないでくれ。姉と父は大ブーイングの中ステージを降りて逃げていきました。イギリス全土に放送されたオーディションの様子はその日のうちにネットや新聞のトップ記事に。パニコさんが2人を呼んだのは歌詞の内容が事実だとみんなの前で認めさせ、二度と私の前に現れないようにするためだったんです。たくさんのスターたちを見ているパニコさん、子供が有名になった途端手のひら返ししてお金を請求したり嘘の悪評を流して活動を邪魔する家族をたくさん見てきたから、それを防ぎたかったみたい。番組で顔が知られてしまった父たちは帰国後も大変で、父は会社にいられなくなり退職。すでに母の保険金は使い込んでいたのに、家のリフォーム契約をしたばかりだったみたいで借金だけが残ったみたい。新しい仕事はなかなか見つからず、父はとうとう姉を残して夜逃げ。だけどすっかり顔が知られているから逃げきれません。これを機に二人は仲違いし、バラバラの道を歩み始めたようですが、仕事も見つからないその道はなかなか険しそうです。そして3ヶ月後、私はオーディション番組の舞台に再び立っています。今日は日本の番組とも中継をつなげての放送です。私はパニコさんや審査員たちの見守る中ステージに立ちました。スポットライトが眩しすぎて周りが見えません。パニコさんに会った時、私は自暴自棄になっていました。母のいない世界なんて生きてても意味がない、何もかもうまくいかないって。でもあの時パニコさんに声をかけてもらったから私はここに立っています。保存していた母の声も CD に収録していただき、これで母の歌手になりたいという夢も同時に叶えることができました。本当に生きていてよかったです。皆さんも夢を諦めないで、そしてほんの少しでも誰かに優しい言葉をかけてください。その言葉で誰かの人生が救われるかもしれません。
今度は私が誰かを救うような歌手になりたいと願っています。皆さんありがとうございます。深々と頭を下げる私にたくさんの拍手が聞こえてきました。拍手と歓声の中、おめでとうって母の声も聞こえた気がします。ありがとうお母さん。こうして私はイギリスを拠点に歌手人生をスタートさせました。母とのコラボソングは各国で大ヒット。パニコさんはまた海外を飛び回る生活に戻り、新しい金の卵を探す旅に出てしまいましたが、たまには連絡を取って相談にも乗ってくれます。それじゃあ来週のレコーディング頑張ってね。ありがとうパニコさん。あ、そうだ、ちょっと気になること聞いてもいい？え？な、何？メレって変わった名前だよね。お母さんがつけたの？今更？そうですよ、ハワイの言葉で歌って意味なんだって。歌が好きなお母さんらしいでしょ。そうなんだ、素敵な名前だね。でもパニコって名前も相当変わってません？そうだね。どんな意味があるんですか？それはね、内緒。教えてくださいよ。聞かない方がいいこともあるんだよ、イシシ。パニコさんのおかげで私は毎日笑って過ごせています。応援しててね、お母さん。